こんにちは。こんにちは。サンコーチのちーちゃんです。まっちゃんです。こーちゃんです。よろしくお願いします。はい。今日は？今日はですね、ちーちゃんプレゼンツ第5弾の難しい漢字問題。めちゃめちゃ続いてる。そう、続いてる。なんか若干飽きられてないかなっていうのが不安である。今日はですね、さっき作ったんですけど、うん、まーちゃんとこーちゃんに食べ物系となんか生き物系、うん、どっちがいいって聞いたら、2人が生き物系がいいって言ったので、うん、今回も生き物系でやってます。じゃあ今回も私もちょっと厳しく、ヒントは2問まで、2問にします。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、はい、第1問目こちら。はい、お、読める。3文字ですか？そうです。ヒント、馬みたいな動物まあそうですね、馬っぽい、うん、です。え、何？どこで生活してる？いや、もう受け付けません。なんで？なんで？2問3文字と馬みたいな、待ってよ、ちょっと待って、処理されました。いいよ、じゃあいいよ。いいですか、うん、じゃあいきますよ、うん、せーの、ラクダ。ピンポンピンポーン。これもね、一応ね、難読漢字っていう風に出てきました。そう、なんかなんとなく見たことある。まあでもここがダっぽいよね。ダっぽい、ダっぽいよね。はい、じゃあ2人とも正解ということで、はい、次いきます。こちら、何文字ですか？何文字、何文字って大切だよね。3文字です。3文字、うん、いいの俺。いいよ、じゃ。どこに住んでる？生息地域。生息地域はごめんなさい、わからない。山だと思う。なんか似たような動物はいっぱいいんじゃないかな。そもそも知ってる？あ、じゃあ分かったかもしれない。とまえちゃんは多分分かってんのよ。その辺いるよね。その辺はいないと思う。その辺とはどの辺？その辺。え、うち、街中とこ？うん、街中はいないよ。いないの？いきますよ、うん、せーの、イタチ。イタチ、まあ、じゃあ正解。埼玉行った、イタチいんの？え、イタチいない？知らない。田舎の方、田舎の方。はい、じゃあ次行きます。はい、はい、第3問目。わかんないよ。こちらです。初見、初見、急に難しくなる。ちなみにですけど、当て字でも何でもありません、これは。何文字ですか？5文字。ヒントは、まあ、木ですよね、うん、木にいる動物って感じかな。え、そこうやって読むの、これ。え、かもしんない、あ、合ってるかもしんないよ。マジで？え、全然わかんないんだけど。もういい、次こっち。ちょっと待って。得意技あるよね。得意な、いや、得意なこと。え、俺違うのかなこれ。え、これ俺合ってた、合ってなかったらめちゃくちゃ恥ずかしいね。めっちゃ恥ずいよ。ね、いきますよ。いっせーのーせ。怠け者。フロー。こうちゃん正解。はい。なんで分かったの？木にいるって言ったじゃん。木にいるって言ったから、怠け者しかいないから。こうはまた変えますけど。でも5文字だからね。そう、5文字だからね、うん、そう。はい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 、はい、得意技と怠けること。いや違う違う、水泳が得意なんです。知らない知らない。知らない知らない。泳ぎが得意なの、怠け者。泳ぐ。初めて知った。ちょっと YouTube とか流せるかな、怠け者の水泳。見てみたくない。どうする、めっちゃ簡単かな。早いっていうかさ、怠け者からしてたよ。めっちゃ行き過ぎた。じゃあ次、4問目いきます。はい、こちら。同じ漢字が使われてるんですね。あ、違った違った。ちょっと違った。なんで違った？隣がね。何文字ですか？3文字です。これ大ヒント言って、これはヒントに換算しなくていいから、うん、まーちゃんは大好き。あ、分かった分かった。え、ジャンプする動物？
ジャンプしません。嘘。え、ジャンプしない。ジャンプしません。で、行きますよ。ジャンプしねえよ。なんでジャンプ。ジャンプしません。ショーとか出ない。うん。出るの？ちょっと、まーちゃん好きだから多分そういうショー見てるかもしれないけど、そういう一般的なショーはあんま出ないイメージ。行きますよ。いっせーのーせ。ラッコ。正解。パソコンのね、デスクトップとかラッコにしてたよね。あれ、勝手に Windows さんからの提案でラッコになってた。じゃあ、最終問題、はい、いきます。こちら。え、これ簡単かな。簡単すぎた。はい。え、もう分かっちゃった、まーちゃん。いやね、これはね、ノーヒントでいこうか。そう、ノーヒントっていうか、もう見て分かるでしょって感じ。うん。え、だいぶ分かっちゃった、うん、嘘。じゃあ、いくよ。うん。いっせーのーせ。フクロウ。正解。簡単すぎちゃった。なんだ、勝っちゃったか。ちょっと簡単すぎたね。いや、全然いいと思う。いや、いいと思う。ちょっと待って待って、これさ、俺買った疑惑ない？ある。待って待って、計算しましょう。待って待って、4-4 な。こうちゃん初めてじゃない、負けた。こんなにかん答えられたの初めて。だけどやっぱさ、金と活用してよみたいな感じで言ったじゃん、前回の動画で。でさ、活用し始めるとこんだけ答えられちゃうと、もう活用しないでほしい。逆にね、逆に。正直ラッコ分かんなかったの。うん。いや、まーちゃんが好きなものって言ったから。ああ、なんかそういう余計なことを言っちゃうから答えられちゃうんだよ。しーちゃんのモノマネ今日してもらってないよ。確かに。いや、ちょっとで準備してきたんだよ。嘘。いいよいいよ。いいです、いいです。この場を借りて。ちょっと怠け者とか。一個一個で怠け者とか準備してきたんだよ。実はね、言われたらやろうかなと思って。ちょっと怠け者、怠け者。レベルアップしてまた出直してきます。はい、サマコーチでは一緒に働いてくれる乗務員さんを募集してます。ちょっとでも気になった方、興味がある方は概要欄のホームページまでお問い合わせください。はい、ちーちゃんのヒントが見たいという方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。